浜松市長選挙にはいずれも無所属新人で自民党公明党推薦の総務省元官僚中野祐介氏と共産党から推薦を受ける市民団体代表の島田広志氏が立候補しています浜松の持っている力をもう一度発揮させて浜松をもっと元気な街にしたいオール浜松 浜松の力を結集して、この浜松、より良い町にしていきたい。鈴木康智市長の4期16年、この評価がやっぱり問われていいんではないかと、選挙でやっぱりやるべきだと、私はそのチャンスが来たと思っています。浜松市長選は来年から新しく3つの区に再編される節目を前に、 現姿勢の路線継承か刷新かを問う選挙となりそうです。